はい。それでは、地学基礎の授業を始めてまいりたいと思います。本日は、宇宙の大規模構造ね。なんか、わけわかんなくて一番嫌いだっていう人、結構いるかもしれません。が、あの、わけわかんないの、君たちだけじゃないの。みんなわかってないのというね、話になってきますので、試験で出てくるのは、わかってることばっかりです。ということで、 なんだかよくわからない推測の域を出ない話とかは、テストとしては問いようがありませんので、まあしっかりこれからやっていくポイントね。これを身につけてもらうことを考えれば、なんてことなくテストの点には結びつきますから、大丈夫だよ。宇宙の始まりは何なんだかわけわかんなくたって、点にはなりますかというところです。じゃあ、そしたら行きましょうかということで、まずは、まあ我々がどこにいるかというところからなんですけれども、 銀河系ね。というものを考えていきましょう。はい。そうです。まず、銀河っていうのは一般名詞的なもんです。だから、この宇宙の中に銀河ってのはいっぱいあるんですよ。で、それでもって何が銀河なのかと言いますと、そうです。多数の 構成合わせは絶対必要だな。で、あとそれ以外にも、性幹物質ね。こういったものから出来上がっている大集団ね。これを銀河と呼んでいる。まあ、それ以上でもそれ以下でもないんですよ、はい。で、それから次ね。いよいよ私たちの銀河系というものが出てくることになりますけれども。はい。ほら、言ったじゃん。 これはだから固有名詞、世界にただ一つしかないものなんですよ。太陽を含んでいるね。今、私たちがいる場所、これが銀河系なんだな、ような。で、そして、別名もあります。またの名、天の川銀河と呼んでおります。 で、まあ大体そう、顕微鏡で、あ、顕微鏡だ、望遠鏡で見るとね、まあこんな感じでそう、見えることになりますよ、というところです。で、まあただね、我々があの銀河系の中にいるので、現実に銀河系を見渡せるかっていうとそんなに甘くないです、お話はね。ということなんですよ。 まあ、想像図には過ぎないんですけど、多分全体はこんな形をしているんだろうというふうに考えられています。で、そしてそう。銀河系の構造。なんだっけこれというふうに思うかもしれませんが、そんなに覚えなきゃなんないものいっぱいあるわけではありませんからね。うん。まず、バルチ。えっ、ー、と、これはそう。 銀河系中心部のバルジと言ってる通りで膨らんでいる部分のことね。で、そして、なんで膨らんでいるかと言ったら、理由は簡単。構成が集中しているところですよとね。で、それでもってまるでなスケールがすごくて、半径1万光年にもなります。これの球場の領域でして、 だから要するに、ここのところがバルジなのよということです。で、あと念のため確認といえば確認ですが、光年って何かというと、距離の単位のことです。つまり、光の速さで1年ね、進んだ距離のことを1光年と呼んでいるわけですよということです。 で、これもそう、計算するとわかりますが、実は1光年というのは、9兆5000億キロメートルにもなりますよ、ということです。で、とりあえずバルジが現れました。次は何が出るかなって話ですが、はい。円盤部ズバリディスクと言っても OK です。 で、これはそう、バルジから伸びた半径約5万光年、ね、の円盤上の領域のことを指しますよ、というところ。で、そして、その円盤部には三回星団ね、比較的若い恒星の集団ね、とか、またそう、 若い星に顕著なんですが、生漢物質多めです。まあそういったものも密に存在しているよということね。はい。もうさっき言っちゃいましたけれども、とにかく、若い星の集まりなんですよと。ここは誰が何と言おうとしっかりと押さえておいてくださいませ。 また線が出てきて、ほらね、円盤部ディスクってあんなところですよ、という話です。で、寸法も出てきました。このど真ん中から円盤部の端までね、ここのところっていうのが約5万光年にもなりますよ、というところです。 あと、ちなみにそう、光年光年はわけわかんないよというそういう話もありますが、あの、太陽から放たれた光が地球に届くのにかかるのは約8分20秒ですからね。そっからしたら1光年というのはどれだけ大きいか。まして1万光年、5万光年ってどういうスケールよというね。まあ、そんなあたりをなんとなくでも思ってまえるといいです。で、そして、 はい。ちょっと変わりましたよっていうところですが。うん、はいはいはい。銀河系があり、その中に太陽系とね、うん。いう話になっておりますが。はい。またディスクの話ですけれどもね。そのディスクの中の太陽、太陽系の位置づけね。あの、これスケール大きすぎますんで、 太陽ただ一個と言おう,うが、惑星までみんな含めた太陽系と言おう,うが、そんなの誤差ですからね、もはやね。誤差とまで言われてしまいますかと思いますが、いや、それがスケールの違いというもんですよ、と言うと思うんですけれども。で、はい。だから、あの、太陽相の,のでも太陽系でもどっちもいいですよ、そんなのはという、そういう世界ですけれども、これはそう、中心部から約、結構でんだよね、これね。 2万8000光年の距離に位置します。で、数字を聞いてくることもあるし、だいたい概略図があって、そのディスクの半径のど真ん中よりちょこっと外側ね、半径5万光年だから。まあ、そんなあたりに太陽がある図を選ばせるとか、まあ、そっちの問題もありますので、まあ、何はともあれちゃんと埋め方は分かっておいてくださいね、ということになります。 で、そしてね、ということになりますが、うん、そうなんです。円盤部、真上から見そうする。素数と、渦巻き状の構造ね。これがあるんですよ、ということも分かっておいてください。で、そしてそう。また次の話に移っていきますが、 銀河系の構造ね。という話で。はいはい。これは別にあの、地学やったことない人でもみんな知っているだろう。天の川ね。というものがありますけれども、この天の川っていうもんですが、 何なのかというと、地球から円盤部を眺めますとね。で、それでもって、結局そう。円盤部というのは、生漢物質が多いじゃないですかとね。で、それでもって何か川のような感じにずらーっと目立って見えるわけよというね。 まあそんな話になるんですけれども、でもそう、次にもう出てきてますけれども、別にいつもいつもその天の川、地球から見た円盤部が目立つかって言ったら、それはちょっと話が違うのよとね、うん、いうことになりまして、特にそう、夏の天の川ね、これが有名ですよというのは、何かにつき聞くようなところだとは思いますけれども、 これはね、実はそう。地球はね、夏にバルジの方向を向くと。そこのところが端的な理由でして、で、さっき言った通りで、生還物質多い方が、顕著に見えるじゃない。それは間違いないのですが、 特に密に存在しているところといえば、ど真ん中、バルジじゃないですかというね。話になってますので、そう、バルジの方向を向いている時っていうのが、一番天の川というのが、きれいにはっきり見えるわけですよというね。まあ、そんなあたりも分かっておいてもらえると、なおのこといいですよと。だから結構ね、その、生活との関連とかね。まあ、そういったこともどうしても、 理科の基礎科目というのは出してくるところですので。まあぜひぜひね。天の川、そして円盤部なんか関係あるんですかとか情けないこと言ってないで、しっかりと理解しておいてくださいなというところです。で、それでもってそう。まだまだ話としては続きますけれども、宇宙の大規模構造で、はい。 なんか今までここらを見てきたわけなんですよ。だけどまだ外側にだって見なきゃいけないものっていうのはたくさんあるわけですよ。ね。で、はい。ハローとは何だというところですけれども。はい。実は、円盤部の端っこまでで 5万光年ですよっていうのはさっき見ましたよね。で、それでもって、さらにその1.5倍っていうところですね。半径約7万5千光年、ね、の球場に取り巻く領域ね。これのことを特にそう、ハローと呼んでおります。だからこの図で言うところのこの ネイビーブルーで書いてある。ここのところまでがハローということですね。はい、この通りです。で、もうそう、円盤部でいいじゃないと思うんですけれども、なんでこんなところまでしっかり名前が付いているかといえば、そりゃあなんだかんだと言って、銀河の構成要素であるね。 でそれで今回特に銀が K なわけですけれども、構成というものが存在しているからなのです。だけど、これ注意しなきゃいけないのは、円盤部なんかとは違いまして、球状星団です、あるのがね。球状星団である上に、円盤部では三回星団がかなり密に存在していた。 のに対して、こちら、球状星団というのは、全然違ってね。まばらにしか存在していませんと。ここも分かっておいてください。で、あとそう。さっき、球状星団の前に三回星団が若い星と言いましたから、推測がつくとは思いますけれども、球状星団の方は、 老齢な星の集団です。で、そして、まあ、まさしくそう。こんな感じで白い点々で書いてあるところね。これが、球状星団ということになりますよ、と。いうお話。で、それで、なんでこの球状星団っていうのは、 こんな周辺部にさ、しかもまばらにしかないんですかというね。そういう突っ込みは必ずあるので答えておくと、要するに、球状星団というのは、まだまだ宇宙の初期に構成されたもんね。ということなんで、そんなに静観物質がたくさんあったわけでも何でもなかった。だからということでそう、構成構成構成みたいな数でぼちぼちぼちっとあるだけで、比較的そう、周りには何にもないし、 あとなんで周辺部にあるんですかっていうと、それはね、宇宙が形成された最初の頃のまばらな動きね。まばらというか乱雑な動きね。まあそういったものを引き継いでる関係で、なんかね、きれいに集まってくれるわけではないんですよと。まあそんなあたりを分かってもらえるといいですよというところです。じゃあそれでは前半ここまでで。 まあ、まだまだね、宇宙の構造を見ていくことになりますので、交互期待というところです。お疲れ様でございました。はい、本日の授業いかがでしたでしょうかあ、面白いな、わかったなと思っていても、1週間、2週間と経つと忘れてしまうのが人間ということになりますので、ちゃんとね、 またまた間を空けて復習することを忘れないでくださいね。それでは皆様さようなら。